Keiji no Kojūrō. に先行して駆けつけたはよいが、思っておった以上に状況は悪いか。ですが、吉明様も同じ東軍でございます。敗走していただくわけにはまいりません。さすがです。上杉勢は城攻めに気を取られており、奴らの背後を襲い、長谷道場を救うのじゃ。 見せてやるぜ。敵兵が減り、警戒も薄くなりました。今こそ黒幅という出番にございます。開始。見てな。では本気だ。敵を制圧せよ。長谷道場への道を切り開くのじゃ。 敵が攻撃されてるぞ。やめんじゃねえか。ご無礼ながら落ち着かれてはいかがだ。今少しで我らも城内に突入できる。さて仕事だ。サイボン。 戦場の北側は停止。 上杉本陣がある。後の一手のため攻めておく価値はございます。これにてご無礼ながら上杉の喉元へ刃を突きつける準備整いましてございます。 Thank you.
今こそハセドウ城を飲む。 味方と最上の増援が到着しました。 軽々しく当たるのは愚の骨頂でございます。かしこまりました。彼らの背後にある要所、菅沢山東砦を落とせば意気消沈するか。 上杉の士気は思ったように上がらないご様子。平凡、おっと、影数は打たせないで。これで守りコースが戦人の意地を。はいぞ。 影勝様の背中は守り通してみせる。
影勝ちの元へ急げ。神割はこの水原近典が務める。見てた。剣神島の時代から培った武勇、いよや開門。 早く片付けねえと、吉明が危ない。では本気で。手荒らしします。見てな、なぜそうだ。足取りは止まりました。先月に。 歌舞伎場のこのハセドに見事咲かせてみせようか。ケイジ、よかろう。その花見事散らしてくれるわ。 では本気で。大門！では、上勝様だけは失うわけにはいかぬ。たとえこの金継ぎが散ろうとも。 上杉のため、わしのために。 安らかに眠れ、上杉のもののふたちよ。貴様らに誇れる時代、作ってみせるわ。